リチャード・ライトはイギリスのミュージシャン。愛称はリック。ロックバンドピンク、フロイドの元キーボーディスト。ミドルセックス州のハッチエンドにて生科学者の父のもとに生まれる。12歳の頃にギターとトランペット、ピアノを覚える。その後入学したリージェント・スクール・オブ・ポリテクニックにて後のバンドメンバーとなるロジャー・ウォーターズとニック・メイスンに出会っている。 1965年に彼らの結成したバンドピンク・フロイド・サウンドやシグマ・ロックといったバンドに参加した。ロンドンのアンダーグランドシーンでその名を広め、1967年にウォーターズ、メイスン、シュド・バレットと共にピンク・フロイドとしてメジャーデビューを果たした。ピンク・フロイド初期ではバレットと共に音楽的には主導的立場にあった。 ピンクフロイド在籍中の1978年にファーストソロアルバムウェットドリームを発表する。メンバーたちの中でソロ作品を発表したのはライトが最初である。1970年代中盤以降はバンド内での存在感が薄くなっていく。特にリーダーシップをとっていたロジャー・ウォーターズとの対立は大きく、1979年発表のアルバム ザ・ウォールの制作時に解雇される事態にまで発展した。その後のザ・ウォールツアーにはサポートメンバーとして参加している。そのため、同ツアーで出た莫大な赤字に対する支払いを被ることはなかった。ピンク・フロイド脱退後、元ファッションのデイブ・ハリスと共に G を結成するが、うまくいかず、ドラッグに溺れてゆく。1987年、デビッド・ギルモア・トメイズンが ピンクフロイドを再始動させ、アルバム、打つ制作の後半になって、サポートメンバーとして、バンドに復帰する。同年に開始した、ワールドツアーより、正式メンバーに復帰する。フロイド復帰の裏には、ライトの妻によるバンドへの働きかけがあったと言われる。1994年、この年に発表されたピンクフロイドのアルバム、タイにも、正式メンバーとして参加し、楽曲も制作している。 アルバム発売のワールドツアーにも参加。1996年、18年振りとなる2作目のソロアルバム、ブロークンチャイナを発表する。2002年1月16日から24日まで、ロンドンとパリで行われたデビッド・ギルモアのツアーに参加する。2006年発表のギルモアのソロアルバム、オン・アン・アイランドにゲスト参加。発売後のヨーロッパとアメリカを回るツアー全公演に、 参加する。2007年9月7日、ロンドンで行われた、ギルモアの DVD、波響のプレミアにて、アイランドジャムを演奏する。これが、公の場での最後の演奏となった。2008年9月15日、がんのためイギリスの自宅にて死去。65歳。イギリスの新聞、ザタイムズニュースペーパーがみの2008年9月19日付によると、2007年12月に、 ガンと診断されていた。晩年にはインストゥルメンタルのソロアルバムが制作中であると伝えられていた。デビット・ギルモアは2008年9月15日付で自身のオフィシャルサイトにて追悼の声明を発表。ロジャー・ウォーターズは自身のオフィシャルサイトにたくさんのろうそくを廃止追悼の意を表した。ニック・メイスンもマスコミの取材に応じている。同年9月23日ギルモアは A テレビ局 BBC2 の番組、レーターウ With Jules Holland に出演した。当初は英国で発売されたばかりのアルバム、狂気の祭典、ライブイングダニスクのプロモーションを予定していたのだが、急遽ライトへ追悼で、アルバム、神秘収録曲、追走を生放送にて演奏した。同日収録、26日放送分にて、ザブルーも放送されている。 ライトも同番組に出演予定だったが、3週間前に、ギルモアの携帯電話のテキストメッセージに、ライトから、すまないが、プレイできそうにないと送られていた。正居から約6年後の2014年11月、ピンクフロイドのスタジオアルバム、永遠がリリースされた。ギルモアとメイスンの声明で、これは、リチャード・ライトへのツイートをアルバムとして制作した。そして、 ピンクフロイドのラストアルバムになると述べている。約20年前の前作、タイに収録予定だった20時間分のセッションマテリアルを元に制作した。世界的にビッグネームであるピンクフロイドの中では地味な存在であるがソロプレイの機会は乏しいながらも初期フロイドにおいてライトのキーボード、メロトロン、シンセサイザーの類の演奏は音世界の形成に 大きな役割を果たしていた。他のプログレバンドの代表的なキーボード奏者、キース・エマーソンやリック・ウェイクマンのように超絶的な即引きを披露することはないが、全体を包み込むような幻想的なサウンドを奏でている。特にバレット脱退直後の作品群では、ウォーターズと共に楽曲制作で中心となっていた。ライトの代表作であるザグレート・ギグ・イン・ザ・スカイや、 アスゼムは彼のセンスが如実に現れた傑作である。ボーカリストとしても数々の名曲を歌っている。デビューアルバムの1曲目、アストロノミードミネは彼がリードボーカルであり、エコーズの主旋律は彼が歌っている。狂気に収録されているタイム、アスゼムのサビも彼が歌っている。1970年代半ば頃からウォーターズとの対立が表面化し、 作品に対する意見の食い違いが目立つようになる。ウォーターズは歌詞の重要性を説いていたが、ライトはより音楽面にこだわっていた。ライトはザ・ウォールやファイナルカット等のアルバムにも否定的な感想を述べている。チドバレット・デビット・ギルモア、デビット・ギルモア、ライトを追悼しフロイドの曲をプレイ・ピンク・フロイド20年ぶりのニューアルバムが 最後の作品にビルボードジャパンハットピンクフロイド20年振りのニューアルバム永遠からソネムーシク進行ミュージック館ピンクフロイドファイル P24 進行ミュージック館ピンクフロイドファイル P91 進行ミュージック館ピンクフロイドファイル P92 デビット・ギルモア・イン・コンセールデビット・ギルモア2015年10月5日閲覧オニアン・アイランドデビット・ギルモア オールミュージック2015年8月21日閲覧。リメンバーザットナイトデビット・ギルモア。2015年10月5日閲覧。ライブイングダニスクデビット・ギルモア。オールミュージック2015年10月5日閲覧。ありがとうございます。